ここは大和の国、山岳信仰の聖地、吉野山、金峰山寺。春の訪れを前に、一人立ち寄った蔵王堂には、清らかな風が吹いていました。ここにお座りになって、今の日を拝んでいただくだけで、大きな森の中で一人座って、大自然の相手に自分の汚れたもの、悪い心を火の中に燃やして、大自然のごとくにこう清らかな心になっていくというのが、まさにこの場所でありますし、今、ごまという作法をしましたけれども、大ごまの火でもって、大自然と一つになる、そして神仏と一つになるというのが、日本人が1300年昔から求めておった、祈りの形なんですね。汚れた心を炎と一体となることで、清らかに戻していく形。木の音が聞こえたり、風の音聞こえたり、谷の底の水の音が聞こえたり、鳥の声が耳に入ってきたり、そうするとね、もう、あ、大自然に生かされてるな、山を修行させてもらってると自分のちっぽけなことが分かるのと同時に、自然の大きさが分かって、あ、生かされてるなっていうのに気づかせていただいて、今できることなすべきことを無理せずに一歩ずつ歩きなさいよというのが蔵王権現の過去現在未来を救うという意味だと思うんです。過去現在未来の煩わしいこと心配事は私に任せなさい、大自然に任したらいい。悩める心も吉野の偉大な風景の中にあると、静かに落ち着いて本来の自分に帰れるような気がします。ここに美しき日本があります。